週間の天気をお伝えします。この先天気は短い周期で変化します。週末土曜日日曜日の関東地方は広く日差しが届いてお出かけに問題のない天気です。特に土曜日は全国的に穏やかな天気となる見込み。ただ日曜日は所々で雨や雪となりますので、外出ご予定ある方は土曜日の方が良さそうです。また週明け月曜日になりますと雨または雪の降るエリアがあり、20日水曜日の祝日は広く天気が崩れそうです。またその先を見ていくと再び天気回復し日差しが届くエリアが増えそうです。気温を見ていくと週末は気温が20度前後まで上がるところも多くなります。ただその先は気温はまた再び下がって、20日水曜日には最高気温関東でも11度と1週間の中での気温差が大きくなりそうです。体調管理にもお気をつけください。また基本的に晴れてる日は花粉の飛散にも注意が必要です。花粉症の方はしっかりと対策を行ってください。続いて被災地のお天気も見ていきましょう。明日土曜日はしっかりと日差しが届きそうです。ただその後は雨または雪のすっきりしない天気となりますので、届く日の日差しを有効にお使いください。また被災地では地盤が緩んでいる恐れがあり、少量の雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。